天丼当たる。今度は絶賛バブル称賛が止まらない。A 氏がテレグラフは、異例の契約した天丼は、ファビーニョが去って空番となった背番号3を引き継いだが、タイプの異なる選手だ。彼だけがクロップ監督のチームにタイトルをもたらすわけではないが、彼のような選手なしではタイトルは獲得できない。同氏はクロップ監督は暗黙のうちに彼を信頼している。どうすればわかるか？スタメンの継続性を見てほしい。現代のサッカーは、量的にもペース的にも熱狂的だ。しかし、混乱と混乱の中で、監督には安定した人材が必要だ。リバプールは現在13日間で5試合を行っており、フィールドプレイヤーで全試合先発出場したのはエンドルだけだと主張。こう続けている。リバプールのアンカーのポジションってめちゃくちゃ難しいのにこんな短期間で本当にすごい。身長がでかいわけでも、足が速いわけでもない。天才的な想像力や、センスやテクニックがあるわけでもない。でもこうしてリバプールにフィットして活躍している。体幹が強い、サッカー IQ が高い、軟気に足元もうまい、そして何より勤勉で努力家、献身性と遠藤のストロングポイントはかなり多い。予測行動がすごいのは天才的な想像力があると思う。空中戦がこんなに強いとは思わなかった。もうクロップからの信頼は本物だよね。遠藤は人間性も含めてチームに一人は欲しい選手。ちょっと疲労が心配な試合数。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。